入るのが大変な企業たちにたくさん送り込んでいる大学のランキングです。やっぱり難関大って就職に強いとか、マーチ強いね。やっぱ関西カンカン同率もやっぱいいですね。勉強できる人、優秀な人が当然多い。そうで始まりました、もちゃちゃんね。さあ、今回はですね、就職に強い大学ランキング、難関大圧勝というですね。はい。あ、自分のことだったからかなとか言って、嘘。やはりですね、もうすごいね、朝日新聞エデュアのね、記事から引用してやっていきたいと思うんですけども、やっぱり難関大って就職に強いっていうのが本当によくわかりますよね。いやー、大企業はやはり有名難関大学から取ってるっていうのが、もうはっきりと分かったんじゃないでしょうかね。はい、企業入社難易度ランキングっていうのが出てるんですけども、それを見るとですね、まあ銀行とか証券とかね、保険のがランキングとして出てるんですが、そこで入ってる大学ですね、見ると、やっぱり難関大ですね。これは覆らないんだなと思いますが、じゃあまずその難易度ランキングを見てみるんですけども、まず入社難易度トップは日本政策投資銀行。ほうほうほう、なるほどね。政府金融機関ですね。当たり前ですけど、はい。そこでもう難関大生の人気が高いと。で、採用数が多いのは慶応義塾大学13人、よし。東京大学、早稲田大学11人、一橋京大が7人で、この5大学で採用者の7割を占めると。やはり有名難関大じゃないですか。有名難関大は強い。2位は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、名前がで、52人の採用のうち見てみると、早稲田が12人、やっぱりね。慶応11人、ほらすごい総計で、東大、東工大、横国、京大、明治が3人ってなってますね。はあ、横国入ったんだ。まあでも大きく差がついてますよね、総計と。3位は大和証券グループ、早稲田52人、慶応34人。やっぱ総計強いね。東大20人、明治15、9大13人。ほう、明治大学も結構入ってますね。というふうにやっぱりね、強い。その他のところを見ても、メガバンクで言うと、三井住友が4位で、採用大学は慶応義塾70人、多いですね。早稲田47、続いて大阪大学、あ、阪大、神戸大学、京都大、あ、関西学院大、あ、関西が強いですね。関西の難関大が上がってると。で、三菱 UFJ 銀行が6位、慶応76人、多いですね。早稲田38、あ、倍あるんだね。倍いるんだね、慶応が。で、東大19人、京大14人、大阪大12人。みずほファイナンシャル、みずほフィナンシャルグループか。フィナンシャルグループは13位、採用大学は慶応70人、早稲田50人、同志社30人、法政20人、お、法政もいる、中央20人となっていると。なるほど。こういう結果になってるわけですね。いや、やっぱり強いですね、難関大。そして、この入るのが大変な企業たちにたくさん送り込んでいる大学のランキングですね。そちらを見てみましょう。1位、慶応義塾大学。上位46社の大学就職者数と主な企業と書いてある中で、慶応が795人でトップになりました。わー、東京海上日動が82、 UFJ76、 みずほ70、三井住友70、三井住友信託銀行52、日本生命38と。ほー、すごいですね、やっぱり。続いて早稲田大学771人、東京海上日動63、大和証券、あ、大和証券ね、52、みずほ50、三井住友の47、りそな41、日本生命39と。やはり早稲田大学、慶応早稲田が強い。まあやっぱりね、これ OB とのつながりとかもありますからね。続いて3位が同志社、うん、関西の次大のトップ462人で、明治安田生命42、日本生命、京都銀行、へえ、そうなんだ、やっぱり関西だからか。みずほが32、三井住友27、住友生命26と。やはり関西の次大のトップは強かったですね。まあ、これ人数でやってるのですごいと思うよ。やっぱ慶応は早稲田より圧倒的に人数少ない中でこの結果ですから、頑張ってみんな慶応目指してみない？続いて明治大学、お、マーチのトップです。明治安田生命、あ、明治だけに38名、三井住友27、あいおい日生同和損保27名、東京海上日動22名、日本生命、あ、やっぱ明治もね、目指す価値あるじゃないですか、やっぱり。次、関西学院大学、あ、カンカン同率入りますよ、あ、358人、三井住友信託銀行32人、三井住友銀行30、住友生命30、日本生命30、明治安田生命、あ、保険系が強いのかな、東京海上日動もね24名、関西
カンカン通りすもやっぱいいですね。続いて中央大学、おー入りました、マーチの中央。りそな24位、明治安田生命24、日本生命21、みずほ20、三井住友15。そして次は法政、おー法政も強いんですねやっぱりね。はい、りそな安田、明治安田生命、みずほという会社、あ横浜銀行なんだ、へえ。静岡銀行とか、あ地方の銀行とかにも強いのかな。で次は立教、あマーチ強いねやっぱ、311名。で、9位が青学。うんうんうん。やっぱマーチはすごいですね。強い。そして10位が立命館。あ、カンカン同率。はい、やりました。で、11位東大。ここで東大なんですね。次が関西大ですから、やはり強いね、カンカン同率。いや、やはり、だから、やっぱ、総計、マーチ、カンカン同率って言われるわけですよね。うん。で、次が上智。おー、上智。うんうんうん。続いて、阪大、大阪大学。新大、神戸大、学習院、あここに学習院入るんですね、まあ、G マーチと言われるだけありますね。そして17位に京都大学、ここで京大が入りますね。続いて一橋大学、ほうほうほう、やっぱり一橋強いですね。そして日本大学は19位、まあまあまあ人多いからね日大ってね、たくさんいるんで。日東駒線が初ランクイン。そして明学、明治学院大学ですね。日本女子大、ああほうほう、へえ。22位南山大学、をここで中部のトップが入りますね。で、西南学院大学。あ、そうなんだ。東京理科大。ほうほう。九州大学、横浜国立大学、成蹊大学。あ、そっか、成蹊ね。東洋大。お、日東駒線、東洋がありました。成城大。もう、成蹊も成城もここ。そして、北海道大学。名古屋大学。はいはいはい。旧帝大ですね。で、近畿大。あ、近畿はね、強い。人気あるもんね。で、東京女子大。おへぇ。東北大。福岡大。あ、福岡大学入るの35位に。へぇ。36位東工大、同率駒沢、あ駒沢大学か、へえ。京都産業大、はいはい、38位、専修大が39位、で同志社女子大、おへえ、あ女子大が続く、京都女子大、昭和女子大、へえ。ただ分かんないよね、管理職かどうかとかもあるしね、ただただ会社名だけだと分かんないですね。で43大阪市立、44龍谷大、参勤交流ね。で45位東北学院大学、46位精神女子大、46位同率が中京大、ああはい中部ね。48位筑波、あ筑波関東ね。48位同率千葉大、ふんふんふん。で48位同率滋賀、千葉、滋賀、佐賀48江南、52位になるのか、もう次が武蔵、へえ、という、まあ、この辺までが50ですね。なるほど、こんな感じになってるんですね。やっぱもう上の方は難関大が多いですよね。圧倒的にやっぱり難関大の凄さっていうのはありますね。そりゃ目指しますよね。勉強できる人、優秀な人が当然多いわけですから、もちろん例外はいるけど、大企業は当然欲しがりますよね。そっちの方がだってできる人である確率が高いからね。学歴は証明なんですよね、才能や努力の、という感じでした。まあこれね、人数だけでやるのはなかなかちょっと難しいと思うんで、もうそもそも全体の人数が違うじゃないですか、全然。だからその辺のこともやってほしかったですね。全体に対して、分母に対してどれぐらいっていうので、ちょっとランキング出してほしかったなと思うんですが、やっぱりそれでも、難関大は強いっていうのは、やはり示されてるんじゃないかなと思いますね。皆様はこのランキング見てどう思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.